おはなこはどうも、メリエです。それでは、ポケモンバイオレットやっていきたいと思います。いや、マジでにやろうってかわいい。ちょっと本当に好きかもしれない。毎回言ってるけど。もう、蹴ってる。パンを。ムキモチ。で、ミライドンがボールを取りに行って、返して。いいね、仲いいね、みんな。よし、それではね、やっていきましょうか、ガイド。ピクニックをやめる。お、プープリン飛んでった。え?プリンも飛んでった。ええー、え、あ、待って。ああ、そっか、プリンたちって。わ、飛んでんだ。目つき悪 え、なに カプサイズ ?3 サイズみたいなこと?ハバネロなんだ。抜け落ちたカプサイズの前歯が使われているので、前歯。ああ、おりょそ、ムキモチって名前つけたから。多分筋肉すごいことになると思う。え?変わったんか?ちょっと大きくなって立った。やっぱ合ってたわ。やっぱ前足の筋肉やべえと思ってたけど、やっぱその通りだわ。なんかゲッツしてない?ゲッツ。ゲッツしてる。追いかけ回して復讐する。怖いね、こいつね。やられたらやり返す。半沢ひな。今すごいポケモンセンターのお姉さんが、虚無の姉さんが。で、前回ね、このポケモンセンターまで来たんですけど、今回は、こっち、下の方に向かって行って、ベイクタウンをね、目指してみたいと思います。まあ、もしかしたら途中で、ポケモンのレベルが高すぎて、ちょっと無理だなーってなるかもしれないので、そうなったら、一回諦めて、一回テーブルして、おーっと、戻っちゃったよ。まあ、そうなったら、あ、これ無理だなって思ったら、一回、こっちの主バチ飛行の方に行くか、それか一回テーブルシティに戻って、こっちの方に、東一番エリアの方に行きたいなと思います。多分ここら辺もあれでしょ?結構なんか、慣れてきた人向けとか。うん、あ、ここは楽そうだけどね。スターダン。カラフジムはなんかね、勝負に慣れてきた人向けとか書いてあるから。まあ、ちょっと一回ここ行くか。まあ、テーブルシティ行って、こっち東一番エリアに戻るかかな。もしダメだったら。まあ、とりあえずね、南6番エリア。ベイクタウン目指していきましょう。よし、行くぞ。ミライドン。こっちだよね。まあ、レッツゴーしながらでいいかな、とりあえず。うん。いいんじゃない?では、一応ね、トレーナー戦いつつって感じかな。まあ、ポケモンは捕まえつつなんだけど。ドゥ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 。私が勝ったら CD を買ってもらいます。なんじゃお前。ミュージシャンのケイコ。あ、ケイコ?ニャース?ダイヤモンドユカイさんからまた。ずっぱり。いや、ムキモッチがマジで強いからさ。多分なんかね、もう一回進化しそうだから。次進化したらマジでどうなるのかっていうね。めっちゃ気になる。ファイティングポーズ取ってんだけど、怖い、ケイコさん。さあ、勝ったけど、サブスク世代なの?あ、そういう、返し?時代のせいかもしれないわね。前向きー。よし、こっちなんだ。あ、こっちが正解?ルート?あ、こっちがルート?ぽいね。あ、そうだね。じゃ、こっち何なんだろう。ちょっとこっち一回行ってみる。いや、待って、こっちは?あ、これこっちに行っちゃうのね。上に行く方向か。まあ、じゃあ、せっかく。待って、なんかやばくない?あそこ。うわー、イワンコ。ちょっとイワンコさん、ちょっと一回。ちょっと待って。イワンコ結構、寄ってくるね。あそこなんか、やばいことなってるけど。あ、なになになに?次から次へと。この子もね、気になってんだよね。カップサイズ。ちょっと、ケイコさんの近くに行って、うわあ、もう、イワンコぶつかるし。なんだこれ。イワンコ倒すか。突っ張り。
3回、もう両国。両国行こう、両国。OK。言わんこ結構寄ってくるね。やっぱ人懐っこいのかな。OK。あそこやばくない？なんか。岩すっげえ落ちてんだけど。あれが、あれっすか？例の。でも結構離れてるよね。ここだよね、多分ね。これ、あ、これかな？西市場エリア、未確認の大空の主。あ、これだ。近づかなければ無害なポケモン。西市場エリアで山から岩が落ちてくる現象が発生中。事態、危険度は低い。いや、どうしよっかな。こっち行く？いや、まあ、とりあえずね、また行ってても行けるから、こっち。まあ、行くため目指しましょう。めっちゃ気になるけどな、あれ。めちゃくちゃ気になるけどね。まあ、ちょっと行こうか。まあ、明らかに多分見たことがない新ポケモンのね、感じがすごいする。もう海じゃん。マジで。うわぁ、落ちるー。こっちは何？こっちは、ここね。ここのところね。まあ、普通にこっち行こうか。まあ、レッツゴーしながら、レベル上げながら行こうか。ちょっと待って、今、何レベ？君、の気持ち。20。まあ、一緒ぐらいか、まだ。まあ、いい感じにね、みんな育てていきたい。うわ、これ。あ、登れ、頑張れるか、頑張れ。ミラルドいける。お前ならいける。お前なら、頑張れ、頑張れ、頑張れ。いける、いける。お前ならいける。お前ならいけるよ。頑張れ、頑張れ、頑張れ。ミラルド、頑張れ。いけるよ。ミラルドいける。いける、いける、いける、いける。お前なら、頑張れ、頑張れ。お前ならいける。よしよしよし。おーし、いったー。さすがミライドン。レッツゴーしながら行こう。うわ、怖っ。お、マンキーの群れいる。なんかこういうところもなんか気になるけどね。もう気にないし。ミライドンがなんかもうちょっと、パワーアップしたら、パワーアップすると思うから、パワーアップしたらちょっとね、また探索しまくろうかな。負けないぞ。ドゥ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 。元気では負けないぞ。名前なんだろうな。シュータ。シュンタ。達也か。お、ヤトウモリ。ヤトウモリいるんだね。初めてかもね、今回見たの。ほっぺスリスリ。毒か。あれだな、ウドク、なんだっけ、ウドクパルに変えてもよかったかもね。お、いいよ。これも、あ、でもあれなんだよな。意外と持ってないんだよね。技を。マヒルミ。マヒルミ狙い、マヒルミ狙い。オッケー。これがやっぱ強い。まひらせてからの、ひるませる技がやっぱ、いやらしくて強い。よし。残念だったな、達也。元気では負けてないよ。めっちゃくれるじゃん、賞金。大丈夫？短パンユーザーにとって、元気なのはアイデンティティだよ。あ、まあ、そうだね。勝俣さんもね。わー、光ってる。あ、それ気になるけど、あれ落ちちゃうとね、またすげえ遠回りになっちゃうから。飛べばいいんだけど。まあまあまあ。これなんだ？豆バッタ。豆バッタもね、どんな進化を遂げるのか、気になるなぁ。まあ、ここら、マンキーすげえ群れ。まあ、ここら辺はまだね、変わらないね、あんまり。いい傷薬。お、いるね。わ、こいつちょっと嫌だな。なんか、初心者狩りしてきそう。あなたトレーナーですか？空を飛ぶタクシーのお代金、トレーナーなら無料です。え、何今の？今のコメント何？え、怖い、初心者狩りしてきそう。あ、よかった、わからす。いや、今回もね、あれでしょ？アーマーがいるんだもんね。ここから、
よかった。なんかもうタクシー運転手の人見るとなんか初心者狩りしてくるんじゃないかっていう恐怖感。いや、ま、未だに忘れられない。うわ、未だに忘れられないからな。みんな53レベルだったっけ。53レベルのなんだなんだっけ、やべ、ど忘れした。ワニ、ワルビアル、あれちょっとあれひどいよな。まあでもあそこに行ったおかげでワッカネズミグリとグラに出会えたから、まあいいっしょ。メガやっぱ特殊系だよね。うちのモコミニームさ、特攻下がって攻撃、あ、じゃあ素早さが上がる性格でしょ。あんまり良くないんだよね多分。特攻上がった方が多分いいんだよねミニーブ。まあなんか生きりんこ、あ、生きりんこ、名前だけ聞いててまだ出てないやつ。まあ多分予想、オープニングに出てたディーゼントの鳥だと思うけど、今回空を飛ぶタクシーもそいつでしょ、でしょ、生きりんこ絶対そいつ。やっぱり、なんか可愛いよねこいつね、結構好きなんだけど。うわ、いちゃまってなんだ、2回連続出せなくなるやつ。じゃれつく、生きりんこは何タイプ、普通に飛行だけ欲しがる。挑発、なんか何そういう挑発とかイチャモンとかそういう系覚える感じ。あーやべ、足りねえ、噛みつく。おお、つもり返し、おわ、かっこいい。あ、アルセウスのアルセウスのツバメ返しっぽいエフェクト、かっこよかったんだよなあれ。おー、いいね、レベルアップ。奮い立てる覚えるんだ、奮い立てる。いるかな。まああってもいいけど、フェアリータイプだけでしょ。お任せにするとかあるんだね。お任せにすると何、技を勝手に変えてくれるってこと。どうしようかね。下手なめるは一応あった方が便利なんだよね。まあ、ひらせられるし、欲しがりいらないかもね。まあでも、あ、でも、野生ポケモンの道具奪えるから、ありだったかな。まあ、いっか。とりあえずね。レイキッドしたトレーナーですね。おわ、めっちゃくれた、賞金。めっちゃでかい。あ、え、早くね？めっちゃ拍手の音が聞こえる。え、早くね？心の準備できてないんだけど。この前進化したばっかだよ、だって。うわ、ちょっと心の準備ができてない。まあ確かにパモからこの進化した時なんか立ったぐらいで全然変わってなかったから、見た目が中間地点みたいな感じだったのかな。わ、怖っ。え、どんな進化。え、可愛いかな。え、なんか全然変わってなくね。パーモット、いや、もうなんか毛生えた、毛生えたね、大きくなって毛生えた。え、手当てポケモン。ふわふわの体毛がバッテリー。筋肉じゃないんだ。筋肉かと思ってた。ふわふわの体毛がバッテリー。電気自動車と同じ量の電気を蓄えることができる。は？やばくない？え、テスラってこと？え、これさ、パモからパーモットの流れ、なんか、すごい、劇的なし、再起の祈り。なんか劇的な進化じゃないよね。なんか、大きくなりました、みたいな。1? 控えにいる瀕死のポケモンを HP を半分の状態で復活させる。あー、なんだっけ。チェリムとかが覚えた、なんだっけ、忘れちゃったっけ、癒しの願いみたいな。あれの、なんかちょっと違う版みたいな。え、これ面白いな、でも。瀕死のポケモンも HP を半分の状態。これ、対戦でも使えるってことでしょ？だから自分が有利な時は、そのまま押していって、自分が不利でもう瀕死になってしまったポケモンがいる時に、再起の祈りで復活させてあげるとか、
あとはまあなんか大爆発みたいなちょっとリスキーな技を使った後に瀕死になっちゃったポケモンを蘇生させるみたいな、そういうのもできるわけか。でもなんかどれも消したくないんだけど、まあ、一応なんか見てみたいよね、どんな感じなのかは。電光石火、まあ、一回ちょっと電光石火なくすか。まあ、またいつでもね思い出せれるから、思い出せるから。ちょっと進化早すぎてビビったな。ちょっと待って、強さを見る。蓄電、思い出す。あ、ワイルドボルトあんじゃん。ワイルドボルト欲しいな。で、噛みつく一回なくしてもいいんじゃないか説。よし。待って。ちょっと衝撃だったんだけど。図鑑。この流れでしょ？てか、サポート寄りになるんだね。手当てポケモンになるんだね。あ、電気ショックを送るってこと？手から。この進化ちょっとウケるよね。もう可愛いんだけどさ。なんかほんと大きくなりましたって感じ。なんか逆になんか、珍しいみたいな。ポケモンの中では逆に珍しくない？この。いや、まあ、でも、ややこま、火のやこま、ファイアロー。あ、でもファイアロー、結構ね、めっちゃでかくなるしね。ネズミポケモン、手当てポケモンになるのか。へえ、面白いね。ちょっと一回進化したから、一回ちょっと、変えるか。戦闘、ウドクパレとかにしとこう。もうちょっとレベル上がってほしいし。いいよ。お、バークアウトいいね。じゃあ、こっちだってんの？ところで。待って、タツベイ、ドンカラス？これは、どう行くんだ？こっち？あ、こっちっぽいね。めっちゃ集まってない？とりあえず下行くか。トレーナーいるから、じゃあトレーナー戦いたいな。お、なんかおるよ。ちょっと待って。こちら辺も、やっぱ夜になるとゴースとかがめっちゃ、出てくるんだね。ゴースって冬だっけ？いや、大丈夫か？車足。未来ドンに乗って威圧感かけていくスタイル。あ、ゴースまでは冬なのか。限界になると変わるのか。一回逃げよっか、じゃあ。はぁ、眼差しだった。やべえ、これピンチなんですけど。これは、あれじゃない？あれを使うときは来た。ピッピ人形。オッケー。やべえ、ゴースに対して全然有効だがない。ちょっとここら辺のトレーナーも戦いたいから。あっぶね。ゴースにぶつかったらあかん。あれ、これケンタ？ケンタか？じゃあ、あの人気になるんだけど、なんか。絶対強そう。めっちゃ強そう。わ、なんか下もめちゃくちゃあるね。これ行っちゃっていいのかな？まあ、良さそうではあるけど。ちょっとマップ。ここでしょ？ここ行って、あ、行けるね、行けるね。ちょっと気になるね。ちょっとこの人一回話しかけて。落ちたらどうしよう。初めて見る、見た目。うわ、びっくり。勝負いいよ。大次郎。メタモン、お初メタモンじゃない？今回。バイオレットで。
どうしようかな。ポイズンテール。あ、早い。やばい。これは、マッドショットにするべきだった。急所に当たって。やばい。これは、ピンチ。あ、急所に当たってこれ。こっちがマッドショット先に当てる。毒ビシは、大丈夫でしょう。マッショフォア強え、やっぱ。お、いいよ。これは、勝つんじゃない ?OK。ひすばやさ確定。倒して。いいね。いいよ。おい、レベルアップ。ちょっと、ここ、あれじゃない?もう、なんか進化ラッシュになるんじゃない?びっくりして落ちなくてよかった。ここら辺の人めっちゃ賞金くれる。あ、これ来たんじゃない?来た!ウドクパル進化。え、ヌオー。え、どんな見た目なんだろう?パルディアヌオー。パルディアのウパめっちゃ好きなんだよな、見た目。え?え、もうただの王三称号みたいになったけど。ただの王三称号になったけど。池や沼の砂、皆底で暮らす。背中にウーパーを乗せて泳ぎ、対岸まで運んであげる。優しいじゃん。え、ただの王三将王になったけど。どう?え、ヌオーじゃないんだ、しかも。あ、そういうパターン?あの、ニューラ、オーニューラパターン。あ、そういうパターンになるんだ。え、でも結構好き。かわいい。え、毒菱一回いらないんじゃない?いいでしょ。対戦とかじゃないし。あ、でも、ジムリーダーとかの時いいかな。ちょっと待って。ちょっと待って。こう、ただの王三将みたいなんだけど。え?あ、特防がめっちゃ高い。あ、まあ、普通のヌオーもだったもんね。え、普通にじゃあ別ポケって扱いでいいんだよね。ヌオーのこっちの姿じゃなくて、普通に新ポケってことで、いいんだよね、これ。ちょっと待って。ピクニックしよう、ピクニック。ちょっと、ヌオー、ドオーがさ、周りに人がいてできません。あの、決勝近くまで行くか。あ、じゃあ、あの人なんかいるけど、ここら辺ならいけんじゃない?意外とこう、ピクニックの、判定が難しい。よし。出てきて、みんな。すげえ。こんな感じ、なんか、ホエル王みたいなシルエット。わ、寝ているし、もう。待って。すごい、なんか見た目になったわ。いや、ヌオーもね、可愛いけど。なんかまだ違った可愛さあるね。どう?あ、でも意外と可愛いな。可愛い、可愛い。全然可愛い。これさ、サンドイッチ作れるんだよね。模様替えをする。まだ何も持ってないよね。そういえば。ちょっと、あれじゃない?初めての料理をしますか?ボール選べて何?ああ、なるほどね。なんか普通にいいパーティーじゃない?一応初めてのサンドイッチ。作り方、薄くスライスしたパンの上に順に食材を乗せて美味しいサンドイッチを作ってみましょう。オッケー。わあ、このBGM もめっちゃいい。はいはい。売ってたね。いろいろね。レシピモードでは自動で決まります。なるほど。食事パワーが溢れています。はぁ、卵が見つかりやすくなる。あ、なんかいろいろあるな。あ、レイドバトルの報酬が増えるとかよくない？あ、色違い出やすくなるやつとかあるんだ。輝きパワー、デカデカパワー、チビチビパワー。これデカデカパワーとチビチビ、やっぱ大きいポケモンとちっちゃいポケモンのステータスが変わるのかどうかってのは気になるんだよな。まあ、いや、とりあえずやってみるか。あ、レシピモードで、フリーモード。フリーで作ってみようよ。せっかくだし。スライスチーズ。スライスチーズ。チーズ多めの、こうやって、ハムしかない。野菜がないな。しょうがないか。ハム、ハム。次。
どうしよう。にバターも入れて、で、まあ、ソルトペッパーでヨーグルトソース。じゃあ、赤い旗ピック、これでいこう。ちょっと野菜ないけどな。美味しそう。うわ、なになに、ちょっと待って。スライスチーズ。スライスチーズを乗せる。待って、結構自由度高くないこれ。もうチーズめっちゃ乗せて、あのね、時間制限ある。チーズ乗せて、でもハムめっちゃ乗せる。もうハムだらけ。ハムめっちゃ、これハム使えば使った分だけやっぱなくなっちゃう感じ？もうハムだらけ。野菜欲しいわ、これ。でもチーズも乗せちゃって、チーズこっちも乗せて、回せないよね。オッケーオッケー。パンを乗せよう。でもどこかパンかわかんない。あ、やべ。やばいやばいやばい。やばいやばい、ちょっと待って。パンが崩れてる。あ、やばい。これ以上いけない。もう行くしかねえ。パン刺さってないけど。これ乗せすぎても良くないってこと？全部乗せなくてもいいの？もしかして。いや、でも美味しそうじゃん、普通に。あ、これバターとか、ソルトとかはなんか後付け。あ、ヨーグルトやっぱヨーグルトソースになってんじゃない？いや、美味しそう。野菜欲しいな。なんかちょっとメイドイン割りようかなって今。どう？おー、やった。美味しかったみぽい。美味しかったみたい。遭遇パワー地面、ライトパワーゴースト、経験値パワー虫。よし、みんな喜んだ？喜んでくれた？オッケー。え、卵入ってました？え、何の卵？ちょっと待って。とりあえずピクニックやめて。ありがとうみんな。え、ちょっと待って。何何？卵？どこだ？え、卵ちょっと返してみるか。うん。どうしようかな。ウドクパル。ムキモチ結構強いし、何を一回預けるかと言われたら、ウドクパル一回預けようか。ちょっと一回預けて、卵一回入れて、ウドクパルね、また、多分、すぐ手持ちに入れると思うけど、これでいこう。いや、サンドイッチちょっと、あれだね、食材ちゃんと買わないとね、ダメだね。いや、面白かったもん。面白い。とりあえずちょっとここをやって、この先やばいよ。あの人やって、よし、いたいた。でで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 、この先やばいよ。ポケモン強いよ。あ、やっぱ強いのかな。やっぱ無理かな。超えられないかな。あ、バチウニいいな。バチウニもしかしているかな、崖の下行けば。じゃあレッツク。え、強いね、やっぱ。乱れ好き。いや、バチューニやっぱ可愛いんだよね。よしよし。これは、勝ちモンスター。オッケー。これはもうなんか、早いうちに、あれじゃない？誰だっけ。ヤヤンハも、進化しそうじゃない？あんたが一番やばい。俺が一番やばいんだったらもう抜けられるでしょ。よし。とりあえずここが気になる。お、これは、メークルか？岩だよね、これ。岩だから、普通に格闘の無気持ちでいいんじゃない？よし、行こう。おお、来た来た来た。メイクル。いやー、ムキモッチ、こうなるとは思わなかったな。なんか、伸びたね。お兄さんになったね。突っ張り。まあ、やっぱ、岩これさ、頭ないのってる？斧？
成長。いけいけ。突っ張り強いわ。あ、強え、普通に。これ、終わったでしょ。いた。突っ張り。オッケー。これ、鋼？岩？よし、捕まえよう。モンスターボール。95個もね、あるから。シュオッケー。前に動くの面白いよね。筋力の羽、桃の実、桃の実。報酬はなんか何とも言えないけど。よし、メイクル。あ、そっか、ニックネーム。ニックネームどうしよう。メンリか。やっぱ2体目とかのニックネームはちょっとね、難しいね。まあ、これ下行ったら多分バチューニとかいそうだけど。まあでもちょっと行ってみようか。どんなもんか。え？この先ベイクタウン歩いてはいけません。何それ、知らん知らん。あ、なんかやばいそう。やばそう。明らかにやばそう。ちょ、にゃにゃんは。明らかにやばそう。深丸とガバイトがおる。え、どうかな？いけるかな？レベルレベル。37。まあ、高いね、やっぱね。無理かなこれ。行くだけいけるかな。うわ、これ。砂隠れ？もしかして。いた。え、そうだよね。砂隠れだ。頭が良すぎる。いっ、やー、死ぬ。種爆弾。ちょっと待て。当たらん。え、これ何？あ、いた。これたまたま、あれ？砂隠れで当たってないだけ？それとも。あ、ちゃん、え、めっちゃ丁寧じゃない？これ。あの、岩タイプの特防が強くなるってちゃんと書いてある。今まで隠しステータスみたいな感じだったよね。やばい、これちょっと無理だ。逃げる。待って、強い。え、どうしよう。ちょっと待って。あ、パニックってる、パニックってる。あ、これ無理かな？ちょっと待って。まあ、どうしよう。これちょっと行ってみ。ちょっと、一回ちょっとここスルーして。スルーして行ってみよう。あー、なるほど。歩いていきませんって、そういうこと？あ、超えられない、もしかして。今のままだと。野党森行って、お、え？え？めっちゃ目合ってる。普通に歩いてるけど、この人。ボックス。これは、もう早速、あれだよ、ウドクパルの力を借りるしかない。向きも近い。ちょっと待って。びっくりした。ちょ、ウドクバル行ってみよう。レベルやばそうだな。めっちゃ高いかもね、レベル。いやー、マジで、ストリンだ？ 39 レベル。いけんじゃないこれ、またちょっと。うわー、なんかそういう、なんか、こしゃくなことしてくる。やばいかな？大丈夫かな？動いてる？頼む、頼む。ウドクバル。いける？待って、なんか角生えたんだけど、怖っ。え？お前、そっから角生えんの？え、触手？角？お、いた。角生えんの？てか、よく考えたら、これ捕まえられんのかな？レベル高すぎて、捕まんないとかありそうじゃない？大丈夫かな？タイプ的にめっちゃ有利だから多分大丈夫だと思うんだけど。うわぁ！いや、やばいやばい。混乱がまずい。混乱状態って、ちゃんと書いてある。まだちょっと。怖い。結局、あれだよ。今さ、25レベルまでしか、
言うこと聞かないからダメだよね。だからよく考えたらあれじゃない、ナイスキューでしょ。今さ、手持ちのポケモンさ、20何レベルとかでしょ。これやばくない？ 25 超えたらダメなんだよ多分。わー、捕まんないか、さすがに。あー、ちょっとやだ、ちょっとやだな。とりあえずゲットしたいな、ここまで来たら。ちょっとハイパーボールも使おう。うわ、全然ダメだ。どうしよっかな。やばいやばい、これマジでまずい。どうしよっかな。無理かな、さすがに。レベル差ありすぎてきついかもね。あー、ちょっと一回諦めよっか。それは大丈夫でしょう。オッケーオッケー。これちょっと、きついかもね。頼む頼む、マジで混乱は頼む。頼む頼む頼む。またちょっと、またちょっと。ナイス。てか、そこ角生えんのめちゃくちゃちょっと衝撃的なんだけど。ちょっと無理っぽいね。一回野生のポケモンスルーして、ブレイクタイム迎えるかどうか。いやー、ちょっときついか、さすがに。あ、間違った、やばばばば。モンスターボール投げようと思ったんだけど。やばい、大丈夫、大丈夫か？お、ナイス。うまいか。とりあえず、とりあえず。これめっちゃレベル上がっちゃう。ういあくびめっちゃ強いじゃん。どうしよっかな。叩きつけるいいでしょ、とりあえず。アンコールも強いな。あー、そうだね。攻撃下がる特性になっちゃってるからね。ダブルアタック一回。なんかそっか。特性というか性格？ちょっと待って、これマジで、あれじゃない？言うこと聞かなくなっちゃうんじゃない？これ。大丈夫？ちょっと待って。一回、マップ開いて、プロフィール。これなんか見れないのかな？写真変更したいけどさ。これ今撮るんでしょ？こんな暗いところで。まあ、とりあえず、これにしとこうか。よし。よしじゃないわ。見たいのそこじゃねえんだよな。あ、レベル25以下で捕まえたポケモンが言うことを聞くだから、一応レベル上がるだけだったら大丈夫か。じゃあ今みたいに、レベル、お、朝なんかこれ。レベル高い状態で捕まえた、今のストリンダーとかは言うこと聞かないってことね。あ、いけないね、まだね。この先。これ朝なんとかランレベだろうね。ちょ、で、頑張り見ないでもよし。守るか。ちょっと朝なん。倒を戦ってみようか。ウドクッパーでちょっと変えよう。ちょっと、面白くなってきたよ、だいぶ。いや、前からだけど、パピーモールに変えて、39レベル、やーべ。そっか、てか、ロックオンでわかるのか、最初に。朝の、なんかすげえカクカクしてた。よし。いけないっぽいね。残っちいる。ちょ、ま、残っち捕まえたいけど、残っち多分レベル高いんでしょう。そっか。ちょ、また来よう。残っちレアっぽいけどね。また来ましょう。じゃあ、ま、あ、そうだね。ここ下降りて、いけるかどうか。ちょっとここだけ試して、ここも無理だったら一回ベイクタウン諦めての、ブラッキーも出るの、ここ。結構これでネタバレじゃないけどわかるね。図鑑に登録されてないポケモンも出てくるっていうのがね。一回ここ行こうかな。主バッジ飛行。まあ、一回ちょっとね、崖。
海沿いエリアちょっと試してみて。なるほどね。未来ドンがもうちょっと、いや、ミラミさん。未来ドンがもうちょっとなんか、強化じゃないけど、元気にならないとダメっぽい。ちょっと行ってみようか。あの、上から気になるから。うわぁ、ぶつかっちまった。よし、じゃあこっちちょっと降りてみようか。え、なんかあるかなぁ。なになになに、え、あ、早くない？卵生まれんの。めっちゃ早いね、今回ね。え、嬉しいけど。え、なんだろう、何卵だろう。あ、え、そういうこと？ニックネーム、一応つけとくか。何しようかな。え、名前分かったからな。どうでしょう。ダメだ、なんか結局どう関係なかったわ。ウパマルにする。あ、そういうことか。この手持ちの中にいるポケモンの卵が生まれるってこと？それともたまたまヌオだったとかじゃないよね。多分そういうことだよね、これ。多分そうだよね。一回預けて、え、そういうことだよね。よし。多分そうでしょ。なるほどな。そういうことか。なんか、関係ないポケモンの卵とかはさすがに来ないのかな。まあ、ここはこれだって海まだ行けないから、落ちたらアウトだよね。めっちゃいるじゃん、このスーパーキノコ。そうだね、ちょ、レッツゴーしながら。いけ、パピモッチ。いけ、パピモールんだ。お、マザマシン発見。おお、怖い顔。怖い顔のマザマシンだ。めっちゃポケモンいる。わー、落ちちゃう。もういいか。なんか何もなさそうだったし。あー、なんか人いる。で、マンキーがまたいる。お、不思議な目だ。誰この人？西モンスタート。何言ってんの？私、テーブルシティの西モンからスタートしたの。お、ピカチュウじゃん。パピモール。よし。ピカチュウ静電気だっけ？やだな、ちょっと。これは、ムキモッチかウドクパル。ウドクパルでいくか。え、ウドクパルさ、あの、あれ、角何？あれ、角？触手？ちょっと怖かったんだけど。まあ、あとちょっと。お、フェイントだ。いた。まずしょ、この角何？え、三将棒ってあんな角あるの？よし。ムーマ。二将、二匹か。なんか最近一匹ばっかりだったから、相手が。何でいこうかな。ムーマか。ちょっとむずいね。ムキモッチで。ワイルドボールドを使おう。覚えたばかりの。なんかカメラ近すぎて。え、ゴースめっちゃおる。ワイルドボールド。いいね。あ、強い。やっぱ筋肉ムキムキなだけある。オッケー。ゴーモスがめっちゃ感染してる。やっぱり君も西モンスタート？何してんのこの人。
セルクルジムにカラフジム、西側はジムが近いものもね。え、東の方が近くない？え、1、2、あ、どっちもどっちか一緒ぐらいじゃん。モンキーが守ってる。よし、下を受けてお氷直し。そう、氷タイプってまだね、あんまり野生で、なんか待って、どうなってんの。やべ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 、どうしたこれ。あ帰ってきた。刺さってたけど未来を。うえー、あれ、なんかここハマるんだけど、ちょっと戻ろっか一回。え、なにこれ。え、あの、ダメ？普通にダメってこと？高すぎるってこと？こっちちょっとずれてみようか。ああ、行った。怖え、あそこ。危な。なんだったんだ、マジで。よし、やさましい。おぉ、ドラゴンテールいいじゃん。まあ、でもドラゴンタイプがね、今のところそんな。お、こっちにもアイテム。え、これちょっとバチューンに会えるかな？だからレベル高すぎてダメかもね、まだね。ちょっと行ってみようか。うぇい。未来でも刺さると思わなかったな。お？キャモメとウミリーグだ。え、なんかいる。ちょ、で、知らんやつおる。ま、ちょ、とりあえず何レベル？お、いけんじゃん。キャモメ捕まえたのか。え、なんかいる。ちょっと待って。あんまあ、いいか。パピモール。え、なんだこいつ。カモか。なんだこいつ。ペンギン？違う。あ、あれじゃん。ペンギンに似てるあの、海鳥みたいなやつ。カイデン。名前かっこいいんだけど。名前なんか戦闘機みたいな名前したな。マヒレ。あ、電気タイプ。え、マジで？電気鳥？え、こいつちょっと育てたい。ちょっと気になるこいつ。下に舐める。ちょっとパピ。あー、やべ。カイデン、ちょっと気になるな。これかっこよくなりそうじゃない？なんか。やべ、パピモール頑張れ。下に舐める。まあ、ひんない。これは捕まえるしかない。え、気になる、マジで。頼む。オッケー。ちょ、どうしよっかな。名前どうしよう。全然予想がつかない。ウミツバメポケモンの電気飛行？海岸の崖に巣をつける。巣はパチパチ弾ける不思議な食感で人気の珍味。綿パチってこと？カイデン、もうカイデンかっこよすぎん名前。マジあの、戦闘機みたいな名前してる。どうしよっかな。進化が全くちょっとわかんねえんだよな。綿パチだから、パチデンカイ。カイならカイデンの、もうまいっか。まあいいか。手持ちに入れる。え、ちょっとね、変えようかな。ちょっとムキモッチタイプ被るから。あ、でもちょっと一回ちょっとボックス送って、あのムキモッチの技みたい。回転。海ディグダはね、捕まえたからね。アナゴさんは捕まえてるから。あれ、コイキングとハリーセンがいるかな？なんか鳴き声がすげえする。なんか聞いたことがない鳴き声が。まあ、いっか。バチームにいなかったね。ちょっとこっち行ってみよう。声でめっちゃおるじゃん。あ、待て。あいついる。なんだっけ。なんだっけ。名前忘れちゃった。魔剣カニか。あ、魔剣カニ倒しちゃう。やべ。お、かっけえ。魔剣カニの、あれがかっこいい。
モーションがかっこいい。やべえ。おお、ハサム何？後ろから来たけど。ちょっと待って。びっくりしたわ、今。え、後ろから？そのなんかロックマンヤクテの、なんだっけ、バンブーランスみたいなやつ。これちょっと見てみたい。サイキの祈り。あ、意外と、地味。え、すごくない？これ。蘇生できるんだよ。ほっぺスリスリ。よしよしよし。これはまあ、ケンガに捕まえられるね。え、カイデンちょっと気になるわ。来い。オーケー。ウミツバメポケモンか。よし。剣闘ポケモン。ハサミはもげてもすぐに入る。殻からいい出汁が取れてるので、パエリアの具材として人気。なんか大体食べ物の話があるね、図鑑。どうしようかな、名前。魔剣グミかな。うわ、かっこいい表紙。よし、ちょっと、メンツ、いや、ここに来てというか、初めてぐらいじゃない？メンツがガッちゃんと変わるのって。あ、ウミディクダもあったけど。じゃあ、ムキモチ近づけて、ちょ、バチン、パチデン回を入れて、モード切り替え。これさ、あ、選択範囲、マイナスなんだ。ちょっと一回、わかりやすいように、ちょっと育ててたポケモンとかは、鉢に入れといて。これあれなんでね、ボックス拡張された時にめんどくさくなるんだけど。まあ、こんな感じでとりあえず。結構捕まえたね。よし、パチ電回ちょっと先頭にして。回復。パチ電回のなんかイラストちょっとウケるな、これ。よし。いや、バチンウニがいるかなーって思ったけど、なんか知らんやついたな。ちょっと楽しみだな、進化。多分1回目の進化はさ、そんな遠くないんじゃない？今16レベルでしょ。なんか、あ、びっくりした。なんかポケモンかと思った。看板だったね。バチンウニいなかったね。出るのかな、一応。お、またいた。遠回りの道。あ、やっぱこっから行くんじゃない？とりあえず。じゃあ行けそうだね。ちょっと待って、一回、バチウニがね、いるかもしれんから。レベルさっき低かったし、こっちからなら行けそうだね。あ、これくれ、あそこいない？いるけど、これ。あ、やべ、あぶね。お、待って待って、なんかちょっと待って、いろいろね、情報が錯綜してるというか、あ、待って。よし。とりあえずこれ、うぅっ、あ、やばい。ダメか。許されなかった。あ、ここからじゃん。これくれ。これくれ。頼む。俺に、コインを。コインを分けてくれ。よし、来た。よし。いや、あいつなんだ？うおぉ、フロー、うおぉ、びっくりした。上に上がってきてる。え、何レベル？ちょっと待って。は？ 40？ え、ま、40って言ってなかった。いや、強い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 。こいつ何？ 39 レベル？ちょっと一回。え、何こいつ？イルカ？イルカか？じゃ、ネヤンハンにしてみよう、一回。イルカかこいつ？え、なんか、ただのイルカ？ただのイルカなんですけど。波イルカ。なんで爆弾？甘える？なんか、そのピンポイントに嫌なやつを。めっちゃ見てる、周りのやつら。やべえ。なんか普通のイルカ。マジ？アクロバット無理？これはちょっとダメかもしれない。39レベル？これ無理だな。あ、やばい。ちょっと。逃げられない。逃げられるかな？
え、やばいこれ。アクアテール。うわ。は耐えてくれたけど。わあ、ありがとう、悲しませんわ、相手耐えてくれたけど。よしよしよし、ナイスナイスナイス。イルカやん。うわ、怖い怖い怖い。ちょっと待って、ちょっと、マジで怖い。あー。待って、急にレベル上がった。ちょっと待って。うわ、怖い怖い。あー、ちょっと待って。やばい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 。よしよしよし。これ、帰れないんじゃない？大丈夫？わ、帰れ、ギリギリ帰れた。待って、急にレベル高い。あかんあかんあかん。普通にあかん。バックバックバック。待って、なんかもう進化したやつおるんだけど。さあ、もういるよ、いるよね。なんかもうビビりすぎて、あ、イントネーションをわけわかんなくなったけど。いるんだけど、進化したやつ。レベルやばそうだな、こいつ。かっこいいな。ディディシー、待って、レベルが見たいけど。あ、見えないけど、絶対レベル高いでしょ。42？ 無理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 。もうギャラドスもいいんじゃん。ここダメだな。ちょっと待って。てかもうただのイルカやん。もうなんかいる。なんか知らん鳥いる。なんか、何あれ？コウノトリ？コウノトリかあれ。ギャラドスめっちゃ見てる。怖っ。コウノトリかなあれ。ダークボール。おぉ、ルチャブル。これ何レベル？何、一回と何レベル、あ、やばいかも、これ。ルチャブル輝いてるけど、何レベルですか？何タイプこれ。虫？お、なんかいいじゃん。覆面レスラー感すごいね。無理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 。あーって、これ無理だわ。ファストガード。あー、よしよし。なんとか逃げよう。やばいこれ、ピッピ人形いるな。もう一回もう一回もう一回。大丈夫、多分大丈夫。オッケーオッケーオッケー。ピッピ人形いるな、これ。よしよし。ちょ、多めにピッピ人形持っててもいいかも。これはちょっとお邪魔しましたパターンだね。うわ、危ね。なるべなるべ。めっちゃやばい、来てる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 。ちょっと待って、やがががががが、おいおいおい。ちょっと。ミライドンが引っかかってるよ。まさか2回も見ることになるとはな。もうなんかよくわかんない空間にいるし。ピッピ人形、ピッピ人形。これはもうね、ピッピ人形に逃げるしかない。よしよしよし。これダメかな。ベイクタウンはいけないかな、やっぱ。なんかダメそうだよね。レベルがもうおかしいもんね。さっきのところとの違いすごくない？もう一つの海のさ、水辺は全然なんか余裕だったのに、急にレベル高いもん。絶対これ、しかもパチデン回の、なんかネタバレにな、見ちゃったし。進化。これ、レベル高いかな、この人。不安をかき消すため、一勝負行きましょう。うわ、強そう、ヒロト。うわ、やばい、これ強いわ、多分。何レベル ?38。まあ、なんとかいけるか。ケタグリ。やばいかな。よし、よし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 。これ、あれかな。やばい。これ、テラスタルするべきだったかな。ちょっと待って、電光石火。ちょっとこれは総力戦で行くしかない。にゃにゃんは。ありがとう、にゃんは。かわいいね、にゃんは。これちょっと、やばいね。どうしよう、誰で行く？ウドクパルで、テラスタルするしかないか。これって逃げたらさ、ゲームオーバー扱いになるでしょ。あがくしかないよな、できるだけ。あ、あくび行くか。これテラスタルってあれだよね。
火力が上がってタイプが変わるって感じだから、あ、でも地面タイプ消えるからいいか。あくびしよう、あくびさせてくれるかな。まあ、頼むマジで、あくび言ってくれ。よし、お、え、毒タイプのテラスタルってドクロが出るんだ上に。いいじゃん。わあ、やめて、なんで地ならし覚えてんの。結構ガチガチじゃん。マジか。え、これまずいかな、負けるな。いや、でもどうせ逃げて負けるなら、やっぱり、あがいて負けたいから。グリグラで、怒りの前歯をなんとか一発当てられればワンチャン。怒りの前歯。うわ、大丈夫かな。うお、ありがとう。グリグラ。よし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 、あるある、全然ある。え、もうどうしようかな。これは、そうだな。いや、これは、どうしようもないな。怒りの前歯。ちょっと待って、ほんと強い。これはまずい、マジで。パーピモル、テラスタルも使っちゃったしな。これほんとまずいぞ。じゃれつく。はぁ、もうやだ。え、ガッチガチなんだけど結構。え、ビルドアップ、種爆弾、突進。わ、やばい、全然効かないし。ちょっと待って。え、攻撃、え、待って。ビルドアップ、突進、種爆弾、地鳴らしって結構いい技覚えてるね。いや、これ無理だな。どうしよう。ナイス。外し？まひってくんないかな、せめて。まひれまひれ。まひらんか。うわ、やばい、これマジだよ。勝てん。いや、もう無理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 。うわ、ありがとう、パピモル。みんな耐えてくれてるけど、めっちゃ厳しい。よしよしよし、とりあえずまひった。こっからこっから、これどうしようかな。じゃれつく。よし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 、やっぱまだ早いよね、あっちの方が。頑張れ頑張れ、いけるいける。いやー、ダメか。やばいんだけどマジで。ちょっと待って、マジで。これどうしようかな。え、待って。パチ電解とりあえず。パチ電解、なんとかやってくんないかな。さっきちょっとネタバレしたけど。ついばむ、ついばむ、ついばむしかないよな。ついばむ。よし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 。いける、パチ電解いける、マジで。急所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 。うわぁ。これ多分電光石火でも足りないもんな。いやー、ちょっと待ってよー。よし、反動ダメージ、反動ダメージ。これ反動ダメージで勝てるんじゃないか。待って、これ1体目、1体だよな。2体いたら終わる。無理なんだけど。1体だね。これちょっと、これはもう元気のかけらの、ニャニャンハって持ってたっけ、電光石火。あ、持ってるね。もうニャニャンハかな、これは。あ、危ね。よしよし。勝てる勝てる勝てる。絶対勝てる。なんか回復とか使わなければ。よしよし。ごめん、もこみにいる。ベイクタイムはまだ早そうだね、これ。やっぱ。ここで、ここにいるトレーナーで、このレベルでしょ？電光石火。オッケー。よかった。危な。あ、え、トンボ帰りめっちゃいいじゃん。え、何消す？
噛みつく消す？噛みつく消すか。ケタグリ、いや、一応、ケタグリは覚えとこう。わあ、ヒロド強いよ、ちょっと。何その顔。負けてますます不安が募る。意外とくれたな。待って、これ無理だね、多分ね。レベルが高すぎるもんね。まあ、ちょっと、そこまで行って、変えるか、さすがに。まあ、戦わなくてもいいんだもんね。ベイクタウンまで行ける、とりあえずたどり着けるかな、これ。ちょっと戦わないで、とりあえずね。ちょっと、向かってみようか。トレーナーは戦わなくても、キトさんいいね。トレーナーは戦わなくてもいいから。今回こういう時にこれいいよね。この、話しかけなくてもいけるっていう。怖ー、マジで。これ、あれかな。ちゃんとそろそろ回復しとかないと。これ、あ、結局洞窟行くのか。ちょっと待って。これは、一回ちょっと、前回。万が一に備えて、一回ちょっと回復だけしといて。よしよしよし。いや、これ行くのか、結局、洞窟。ベイクタウン抜けられるかな？野生のポケモンはもうとりあえず無視だね。無理だもん。怖いよ、怖いよ、怖いよ。怖いよ。とりあえず大量にいる。PP マックス。やばいやばい。やばい、こうもたもたしてたらマジでやられる。いや、すみませんじゃない。もう話しかけたらどうせバトルでしょ。やだやだ。でも絶対早いよね。絶対早かったよね、コーク。待って、これベイクダウンマジで近いぞ。マップ見る感じ。あ、そっち行くのか、ちょっと待って。こっちじゃないのか。うわ、怖い、マジで。当たったらアウトなんだよね、マジで。スーパーボール。でもアイテムは美味しいね、確実に。よし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 。怖すぎる。なになに、なんか声した。あ、チャーレム。あ、チャーレム大体なんか、うおい、ソリナ。チャーレム大体なんか周回開いてる。うわ、何こいつ。大変だじゃないよ。こっちが大変なんだよ。こっちも大変。トレーナーめっちゃいるね。これなんか、モンスターボールに擬態してるなんか、モンスター、ん？ポケモンとかいたらアウトなんだけど。待って待って、え、ここは、ここ何？逆に。え？え、なんか、落とした。変な音した。今、なんの音？見られたの音？うわ、なんか道続いてるし。とりあえず、ここ。オーバーヒートだって、めっちゃいいじゃん。え、なんか水が出てる。おわー、あれ行きたいけど、絶対行ったらダメなやつ。ちょっと覗くだけ覗いてみるか。いや、あれ帰ってこれるか。怪しいな、ちょっと帰ってこれるか。やめとくか。やめとこうやめとこう。帰ってこれなそう。まず最優先で、ちょっとベイクタウンにとりあえずつく。ベイクタウンにとりあえずつけば、空を飛べてね、行けるようになるから。無理やり行ってる感すごいな。やーべ、戻れないんだけど。やべ、やっちまったか、これ。おい、頑張れ。これ絶対まだ早いよね、来るの。いろいろね。いや、お前ならいける。お前ならいける。頑張れ。よしよし、ナイス。うお、コモルじゃん。こっちから行くのかな。
いや本日の天気はとかあんなこと言って普通に攻撃仕掛けてくるからね。バトル仕掛けてくるからね。油断ならないわ。来たー、ベイクタウン来た。見よこの筋肉。わ、いた、さっきのコウノトリみたいなやつ。ちょっと何レベルだけ、ゴチ見る、ゴチいる。クレフピーもまだ40レベル。無理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 。とりあえずポケモンセンターついて、これでも飛べるようになったでしょ。それだけでいいんだよ、それだけで。とりあえずね。ああ、よかった。とりあえずついた。ああ。何人勝てば商品。いやー、ちょっと強いね、ここね。やっぱレベルが足りないね。やっぱそんな感じになるんだね。一応どこでもいけるけど、やっぱレベルでちょっと、ダメになる感じだね。いや、とりあえずついたね。あー、つら。何こいつ。あ、ヤドンだったわ。いや、ハイドロボンブみたいに出たらあかんやろ。それはそれでおもろいけど。お、イケリンコなんか何種類かいるな。黄色いな、こいつ。さっきのやつは緑だったもんな。お、黄色い、黄色い、マジで黄色い。お皿が名産なんだね。そしてなんか、ヤドンとキルリアがやけに多い。あ、自動販売機だ。自販機ありだな。自販機買っとくか。ミックスオレ買っとこう。お小遣いで。あ、これ何まとめ買い。あ、いけるいける。お、いいねいいね。5本ぐらい買っとこう。よし。この人たち何なかった。お疲れさん。あ、元トカゲにこんな風に、こう、蔵みたいな感じでつけて、バイクみたいになるってこと。いや、マジで大変。いやね、やっとスラウトブタクシーで来れるから。いや、マジで長かったよ。大変だったな。お、リピートボール。立地が不便。元トカゲが欠かせないのよ。この上も多分めちゃくちゃなんか、どうせレベルが高いんでしょ？きっと。よっしゃい。着いた。お、待って待って、見て見て。あの、初代っていうか。あ、これあれだ。手持ちに入れた時のやつ。あの、怪獣系とか、草っぽ系とか。そうだそうだ。初代とかのあの、手持ちに入れた時の、やつ、鳥とか、そうだよね。手持ちに入れた時のあの、やつ、アーボ系とか、アイコンみたいなやつ。お、待って、撮りたいけど。ミライドーン！よし。落ちそう。なんだろう、これ。気合い玉いいじゃん。ここ、あ、ここがバトル場なんだ。よっしゃー、着いたね、とりあえずね。あ、なんかまだあるよ、アイテム。経験飴。ということで、ベイクタウンにね、なんとか着きましたが、やっぱレベルが高いんだね。高くて、いけないって感じになっちゃうんだね。一応なんか、こっちのレベルに大体合わせてくれんのかなーっていうちょっと期待もあったんだけど、まあさすがにそういうことはなく。38、なんか40レベル近かったもんね、相手。いや、ちょっときついから。次回は、あの、主ポケモンのところ、あの、飛行の主みたいなところに行ってみて、そこやってから、まあ上に向かうか、あの、最初のね、テーブルシティから東かな？東門の方から行く方。に行くかって感じなんだけど、まあ、多分東門の方に行くかな、次一回。書き方的になんか、初心者向けみたいな書いてあったから、ジムとかが。多分そっちやった方が、レベル的にもね、多分、
そんなに、後から言うけどなんかレベル低くなりすぎる気がするから、どうなんだろうね、合わせてくれんのかな、そこ。ちょっとわかんないけど。一回主飛行主行って、テーブルシティ東門からまた冒険スタートって感じでね、やっていこうかなと思います。ということで今回はこんな感じで、また会えたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。いや、辛かった。